江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、日本の話題でございます。ちょっと古いんで、もうご存知の方も、記事自体はね、ご存知の方多いと思うんですけども、警告いじめられたって、在日米軍の仕事を日本に取られ、韓国グギギという話題でございます。はい、それではね、記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。日本政府が軍事活動を強化する C 国などに対応するため、在日米軍戦闘機の定期整備補修対象機種を拡大すると、日本経済新聞日経が15日報道した。報道によると、日本は現在在日米軍戦闘機のうち F-18 と F-35 を整備しているが、これまで K 国で整備してきた F-15 と F-16 の定期整備も日本で行われるようにする方針だ。米国と日本は来年以降、これらの機種の整備場所を変更するため、日本の主要重工業メーカーである三菱重工業 IHI と共に議論を続けることにした。これに先立ち、米国と日本は先月開催した首脳会談で、米軍戦闘機の日本内定期整備に合意し、防衛産業協力獲得支援に関するフォーラム、イカスで整備対象となる部品などを決めることにした。現在、在日米軍 F-16 戦闘機は本州北部の青森県三沢基地にあり、F-15 戦闘機は沖縄県嘉手納基地にある。両機種は2022年基準で約50機ずつあり、F-15 は順次退役する予定だ。これまでは、在日米軍 F-15 と F-16 戦闘機の日常的な整備は各基地で行い、数年に一度の定期整備は、釜山で大韓航空が実施した。日本政府が新たに整備依頼を推進する予定の三菱重工業と IHI は、航空自衛隊が保有している類似機種の生産と整備を担当してきた。航空自衛隊が米国メーカーとライセンス契約を結び、日本で生産した F-15J の場合、機体は三菱重工業、エンジンは IHI がそれぞれ作った。米軍と航空自衛隊が全て保有している最新鋭戦闘機 F-35 も三菱重工業が機体、IHI がエンジンをそれぞれ点検整備している。日経は定期整備は短くて数日、長くて数週間がかかったとし、定期整備が日本でできるようになれば時間を短縮でき、戦闘機の機動的運用が可能になると指摘した。続いて、日本政府が国内で整備する在日米軍戦闘機機種を拡大しようとする背景には、急速に高まる C 国軍の脅威があるとし、戦闘機を使用できる期間が増えれば、C 国とロシアの活発な軍事活動に対応する機動力が強くなると分析した。それとともに、整備費用が日本企業に支給されるならば、防衛産業を支援することになるとして、整備機種拡大が日本防衛産業発展に役立つと展望した。はい、というね、記事でした。それではですね、こちらに対して警告の判断いってみましょう。はい、それではですね、1人目こちら。警告は今いじめられてる最中、35個。アメリカが見ても警告の共産権吸収は時間の問題だということだね。12。そうだね、ムン罪人が抱きつけた、そしてイジェミョンさんが悪乗りして信頼度が0点になっていく最中、02。整備費用が日本企業に支給されれば、防衛産業を支援することになるとし、整備機種の拡大が日本防衛産業の発展に役立つと展望した。これの本当の目的は、米国防衛産業の跳躍を牽制。15-0。早く核ミサイルと核潜水艦を作ろう。50。ほら、やってみなよ。作りなよ、早く。円安で精神勝利するな。君たちの戦略的価値が落ちたという現実を無視するな。これも日本の為替レートが極度に下がった状態なので可能な話でしょう。以前、円の価値が高かった時は、米軍も費用を積極的に減らさなければならないので、遠く離れた K 国に戦闘機を送って整備を受けさせたのでしょう。日本円が安くなって価格競争ができない。C 国未満の国々は C 国のせいで潰れ、日本未満の国々は日本のせいで潰れる。これまでどうして我が国でやったのかがもっと気になるね。日本は F-16 を導入していないからかな。おお、確かにね。なんで今まで日本でやってなかったのかが気になるね。保守政権で大系民国に得をしたことはない。国益を優先する党はないのだろうか。戦争が起これば一番前に立った南朝鮮が一番先に縮こまって修理できないという話だね。6-7。国民がどんなに努力しても、大統領が過ちを犯せば、国はこのような状態になります。2-3。
日本円が安いから費用の面でそうなんだ。01。そうなのかね。ただ単に近いからじゃないの。バイ国土、ユン大統領は何してるんだ。日本が全部持っていくのにアメリカから領収便とか飛行機に乗せてきて。01。そのぐらいでグダグダ言うなよ。在日米軍所属の飛行機を日本で整備するというのに、イ・ジェミョン支持の南北朝関ジャがなぜ大騒ぎするのか、わらわら、26。は、ムンジェイン本当に大変なことをした。左派大統領のせいで、在日米軍が朝鮮半島を捨てるんだね。15。日本がなかったら、この地域で自由陣営が権威主義とバランスを取ることは難しかっただろう。04。間もなく第二次朝鮮戦争が勃発するということだ。アメリカは情報が早いんだよ。15。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。なんで今までやんなかったんですかね。定期整備できない国に戦闘機置いておく必要ないからね。戦闘機の整備補修なんだ。K国内さんはまともに整備補修できんもんな、わらわら。真面目にまともな仕事してれば委託先変えるとかやらんよ。まともな仕事してたらわざわざ単価高い日本に委託先変えたりしないよ。まともな仕事さえしてればね、わら。日本国内の機体を日本で整備して何がいじめだよ。近いしね。アメさんとは同盟国なんだから当たり前だろが。そういえばお前らも F-35 持ってるんだっけ。まあ頑張って整備してくださいな、わら。日本で運用するから日本で整備するだけなんだよな、わら。点検とか整備とか計算苦手分野だから仕方なくない。まあでも今までやってたんでしょ。こういうニュース聞くと台湾有事が近いのか日本も危ないのか心配になる。日本政府もバカじゃないから準備してるんだろうし、米軍がいてくれるなら整備料金も一部持ってもよくないか。為替レートは円だけじゃなくウォンも落ちてるだろ。円安だけで決めるとかミスリードになるとか。そうだね。財系米軍に頼めばいい。そもそもセキュリティがバガバな警告に今まで任せていた方が不思議。はい、前線より後ろでやるもんだよね。あ、そうだね。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。じゃあそろそろなのかね。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたらこちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。